ビゼフルスタ4分はめちゃめちゃ重いぞ。重いな、早いからな。リゼヘルエスターそうなんですよ。それでは行きます。今週土曜で付き合って1ヶ月らしいからご飯行こう。行ってください。さあ行きますよ。リゼさん頼むぞ、反応まで見たい。20時4分15秒今週土曜で付き合って1ヶ月らしいからご飯行こう、開始。よし、あ、気がついた。早い早すぎる、早すぎる、早いよ。何それ、やばいって、見てたんか、怖。ちょっと待ってくれ、愛が強すぎる、早すぎる。え、情報量が多くて混乱しています、処理するために時間をください。ちゃんと受け取った。わかんない、これはね、彼女が誤爆だと捉えたのか。時間取ってあげるか、そしたら相手の送信取り消し、このタイミングで。面白い、それはありだな。それでいきますか。送信取り消し。メッセージの送信取り消しに対してリズはどうすればいいんだ。確かに、忘れてって言うと、忘れてって、忘れてくださいっていう。いいね、最初に取り消してから忘れてくださいっていうのリアルな。既読ついた。いや、これ一番リアルだよ。やだよ。だや反応はどうだ。一番リアルなやつだよ。そう、どうなる。取り消しても、もう私の中では付き合って1ヶ月経ったことになっています。は、怖。どうしたどうした、このこいつら何。怖。なんで自分だと思い込むの、みんな。いつの間にか世界線移動してたんだって。もうダメだ、女組やばいな。やばい、二次三次ライバー。なんで自分のことだと思うんだ、二次三次の女。どういうことなんだ。違うだろ。まあ、一応釈明の画像を送りますかね。いや、早かったね。3分半とか4分とか関係なかったね、1秒。ということで、私が2敗、ケモシさんが1敗ということで、ケモシさんの勝ちです。ありがとうございます。素晴らしい、男のね、このゆったりした人間関係がいいんだわ。まあね、ケモシさんは既読の遅いクズとしか LINE を交換していないということで、ね。ね、そっちはね、みんな自分のことだと思い込む。ちょっとイカれた女たちと LINE を交換しているということで、ね、後ほどしっかりと、ね、はい、今回迷惑かけた方には謝罪させていただきたいと思います。ね、皆様には謝罪とお礼をね、言っていきたいと思います。はい、皆さんもぜひ既読チキンレースを友達とやってみよう、うん、やってみよう。気をつけ着席、以上月の水戸でした。そしてケモシでした、はい、ありがとうございました。